5259野田翔吾、必ず A 級選手になります。1番、2番、3番、4番、5番、6番です。スタートしました。コースタートを切ったのは1コース、4コースの2人。4コースから4番の大塚出ていく。4番の大塚まくっていく展開。さあこれに乗ってというところ、真ん中割ってきたのは6番の野田。さあ野田を真ん中割った。1番の斉藤を残す展開も、野田が2番手争いまで持ち込んでいきました。並んだスタートは前提正常でした。先頭4番の大塚、そして2番手争いに内から2番の川原上がってきた。川原競りかける6番の野田はターン少々流れ気味。ここに1番の斉藤を刺してきた。2番手争い、今度は2番の川原、1番の斉藤で、ここで6番の野田は4番で交代。デビュー戦の野田翔吾、ファンへの恩返し、夢の第一歩の舞台、第2のプロのスタート、見せ場は作りましたが4番手という展開。最終ターン幕先頭で4番の大塚旋回、2番手2番の川原、そして1番の斉藤3番手、野田は離れての4番手。先頭4番大塚五輪、2番川原五輪、1番斉藤五輪、6番野田五輪。今はものすごく、ほっとしてるところです、はい、いや悔しいですね、やっぱり目の前にそうやって船剣に絡める、着順があったにもかかわらず、そこでお客様に貢献できなかったっていうのは、ものすごく悔しい気持ちでいっぱいです。で意外と落ち着いてましたね。で、はい、緊張を楽しめたかなっていう、はい、感じです。あくまでもやっぱデビュー戦とはいえ、ボートレッサーとしてのスタートラインだと思ってますので、本当ここから、一層一層大事に、走ってしっかり経験を積んで、お客様に、喜んでもらえるような選手になりたいと思います。一度、プロを経験して分かってはいますけど、やっぱプロに、なれたからといって満足するのではなく、プロとして、本当に野球では1塁になれなかったんですけど、ボードレーサーとしてしっかり1塁になって、しっかり活躍して、お客様に恩返しができるような選手になりたいと思います。本日は、たくさんの応援ありがとうございました。まだまだ、未熟なレーサーですけど、これからたくさん経験を積んで、たくさん、厳しい現実を受け止めて、お客様に、たくさん、貢献できるように、頑張っていきますので、よろしくお願いします。グラウンドでは声出すことないですけど、最初のスタートして、ゴン曲がった時に、
声が出ちゃいました。行けっつって、まあいい感じでね、うん、でも本当にあの見事なあの完走だったと思います。